私、気を失ってたのか。ここはどこだろう？あれはサイコロかな？しっかりしろ光だ。目の前に見えるのは天井か。てっきりサイコロの位置かと思ったぜ。なぜ、ここで寝ているんだろう？最近寝不足だったからな。また寝落ちしちまったかな。マリサラー、そろそろ起きてー。お前誰かに引っ張られたろ。確か私は家に帰って。そうだ、お母さんは。お母さん。勢いよく飛び起きようとしたが、できなかった。え？動けない、頭に何かついている。もちろんこういうやつですよね。洞窟探検でも行く気か。私は恐る恐る触って確かめてみた。ベルトのような、機械のような。やっぱりワンチャンこれの可能性ありますね。ええよ。縛られている？これじゃあ何も触れねえ。まるで、拘束されているような。嘘？いや、どういうこと？誰かー。体温が上がる。一気に私の中に恐怖が目覚めた。ピーされる。やだ、ここはどこ？誰か。体の自由が効かない。頭だけでなく、左腕や胴、足も拘束されているようだ。動くのは右手だけだ。なんで右腕だけ残した？誰か。叫ぼうとして冷静になった。ストーカーのこと。あいつが、お母さんに危害を。そして、私を連れてきた。もしかして私は、殺されてる。このシリーズ始まったばかりなのにマジかよ。マリサラ、そこにいるのか。この声は、ジョー、いるのか、隣に。マジかよジョー。救世主すぎない？ああ、けど体が動かねえんだよ。なんとかしてくんねえか。お前も何回。ジョーも同じ状態なのか、なんてこった。二人とも捕まっちまうとは。うん？電話？助けを求めよう。ちょうど右ポケットにスマホを入れておいて助かったぜ。動く右手でポケットを探るが、何も出てこない。私のスマホどこ行ったんだよ。私のスマホじゃないってことは、ジョー、お前の方からなってないか。え？本当だ、俺のポケットの中に、何か。これか。その言い方だとジョーの電話ではない？もしもし、誰でもいい、助けてくれ。音声案内を開始いたします。は？これより、最初の試験を行います。マリサラさん、ジョーさんには、この部屋のどこかにある鍵を見つけていただき、ご自身を縛る拘束具を解除していただきます。もしこちらが設定した制限時間を超えても、解除できない場合、ベッドの装置が起動し、バタンと体をへし折ります。は？何言ってんのこいつ。ぜひともこのスリルを全身で味わってくださいませ。制限時間はたっぷりと、5分とさせていただきます。全然たっぷりじゃねえよ。なお鍵は、1本しかないため、どちらが使うかご相談ください。ということは助かるのは1人。なんだよ、これ。最初の試験。5分後に、死ぬ？うわぁ、どうすりゃいいんだよ。今悩んでる暇はない。ジョー、とにかく落ち着け。さっきとは形勢楽天。意外と冷静マリサラ。まずは鍵を見つけ出すことが先決だ。ジョー、自分の服を探してみろ。やべえ。ポケットから電話取った時に、何か落としたかもしんねえ。スマホと鍵が一緒に入ってた？そんな、拾うんだ。わかった、右手しか動かない状態でどうやって拾うんだ？拾った、鍵だぞ。え？拾えたん、よし。え？ジョーってゴムゴムの実の力とか持ってんの？早くその鍵を使うんだ。マリサラ、そしたらお前が。いいのかよ、そしたらお前は。さっきの話が本当なら、私は死ぬかもしれない。けど、ジョー、お前なら何とかしてくれるだろ。絶対的にジョーを信頼している。私は少し怪しんでますよ。わかった。使う。そんでお前も助ける、絶対に。助けれなかったら呪ってやるからな。ジョーは絶対に助けてくれる。すごい信用するぜ。何？ジョーに九死に一生でも救ってもらったの？くそ、手間取った。どうにかしてサラを助けるんだ。まさかの助ける人。中の一節。な、何言ってるんだよ。ジョーが助けてくれるんだよ。ポンコツが発動しないといいけど。赤色の鍵だ。俺の拘束具はこれで外れた。じゃあこれもそれで開くんじゃねえの。適当に言うなや。4桁の数字を入れるダイヤルがある。触ってみるか。いやもう絶対これだろ。おいおいおい犯人さん。優しすぎやしませんかね。いやまさかそのまんまってことはないんじゃねえの。いやもうすでに4が入ってるー。え？この犯人さんめちゃくちゃ親切な人なんじゃないの？それか相当ポンコツかだな。あ、犯人こいつやな。言い訳あるわけないだろ。入力が終わったみたいだぞ。音が鳴るだけか。騙されたー。なんだよ入れても意味ねえのかよ。紙やすりが潰されている。こんなもの、何に使うんだよ。こうやって見るとマリサラあんまり巨乳じゃないですね。それ今どうでもいいから。緑色の錠前がある。どうする？とりあえずその鍵ぶっ刺してみればいいんじゃないすか。お前鼻こじってんな。鍵穴とサイズが合わず、差し込めなかった。この鍵、使えないじゃないか。鉄製のドアがある。ドアの鍵はかかってない、けど、皿を置いて出るわけにはいかない。ブラボー。侵入の皿が緑色のベルトで拘束されている。私を眺めてる場合か。横になると予想以上に巨乳じゃなかったんでそりゃ眺めちゃいますよね。これよく見たらなんか刺激の緑じゃねえか。うん、髪の先端が削れてきてないか。削れた先端部分から緑色が覗いている。これ、元は緑色の髪に赤色の樹脂がくっついてるんだ。削るものがあれば、緑色の髪に戻るかもしれない。確か髪やすりがあったよな。マリサラ、もう少しの辛抱ですよ。そうか、これで髪を削ればいいんだ。いやでも残り秒数結構やばいぞ。赤色の樹脂が削れて、一回り細い緑の鍵が現れた。全然間に合いそうです。体をへし折られなくてよかったな。これでも地味にメッセージ流れてる間も秒数はカウントされていくからね。悠長に読んでる場合じゃないからね。どうする？いやどうするじゃねえよ、鍵使えよ。外れた。
本当か、私助かったんだな。今解いてやるからな。本当に上に中止に一生を救ってもらいましたね。こいつは一人で逃げるようなやつじゃないよ。はぁ、はぁ、ありがとう、上。あ、立てるか。ドアがあるぜ、こんなところさっさと出よう。あ、待ってよ、上。ここはもうすでに家じゃないんですかね。くそ、真っ暗じゃねえか。これじゃあどこかわからないな。何も見えないな。じっとしていてもしょうがない。進もう。勇敢なマリサラちゃん。左は突き当たりだ。右にしか進めそうにないぜ。マジで離れるなよ、マリサラ。あ、大家には言わないから手を繋いでもいいんだぜ。ただただまっすぐに進む。スルーしやがった。しかしどこまで進んでも一向に光は見えない。ここ、家じゃない？長い、とても長い廊下のようだ。それとも大して進んでないのか。ジョ、お前スマホ持ってたよな。怖いけど照らしてみてくれないか。さっき使ったスマホ、あれの明かりであたりを照らしてみないか。ナイスマリサラ、頭いいなお前。ちゃんと持ってきたか。あ、置いてきた。おいおいマジかよ。仕方ないさ。いつになく心が広いマリサラ。うん、なんか明かりになりそうなものは。体を探っているその時だった。何？何があったの？なん、うわ。うわぁ、風の音、隙間風がすごい家ですね。隙間風ってレベルじゃないよ。なんだこれ、下から吹き上げる風、あれ？下に地面が、ない？いや、上に飛んでいるのか？違う、俺たち、落ちてるぞ。あ、なんだ落ちてる、床が抜けたんだ。一体築何年の家だったんですかね。長い、高い。どこまで私たちは。なんだか、気が遠くなって。普通に考えたら高いところから落ちてるって結構やばいよな。おーおい、マリサラしっかりしろー。おーおい、起きろ。あ、誰だ、は、てか私生きてる。高いところから落ちても生きてるなんてさすがマリサラやな。もしもーし。ジョーじゃない。ジョーちゃん、いつまでも放けてる場合じゃないぞー。え、ここは、さあねー。あ、なに？どういうこと？っていうか、ジョーは無事なのか、生きている。怪我もない。誰かマットでも引いてくれてたんでしょうか。相変わらず親切な犯人さんだな。人がいる。てめえら誰だ、ここはどこなんだよ。怖しい。俺たちも知らんがら、落ち着けって。なになに？方言、どなたか説明できる人はいないんですか。何がなんだか、困りましたね。ちょっと待って。知らない人がいっぱい。ほとんどが取り乱した様子でこちらに気づいていないようだ。一体、何が起きているんだ。まずはマリサラもあの中に入ってきましょう。え、いいよ私は隅っこで。この章発揮してんじゃないよ。いや私隅っこ暮らしの一員になるのが夢だったんだー。隅っこにいても隅っこ暮らしにはなれねえよ。少し冷静な人たちが左側で話し合っている。なんじゃ、なーんか、とんでもないことに巻き込まれた感じやな。そのようですね。この人はコンビニ店員さんですかね。カラオケの店員さんじゃない。あれれ、この人どこかで、どこだったかな。寒そうですね。あったかそうな帽子かぶってるのに。いやこれどう見てもバケツかぶってるだろ。もしかしていじめられっ子かな。だとしたら寒がってるのとバケツかぶってるのと。目の下のクマがすごいのと説明がつくかもしれない。うずくまった女の子はひどく怯えている。何かあったんだ、この子には優しくしてあげよう。そういえばさっき話しかけてきた男、なんか随分と仕切ってる感じじゃないか。中央では一人の男を中心に話し合いをしている。ちょいと待てって、ここはまずお互い知ってることを確認するべきだ。そんなこと言っても、ここがどこかもわからないんですよ。先ほど、ひどい目に遭いましたから、冷静ではいられませんね。くくく。みんなも同じ目に遭ってたのか。だいぶ混乱しているようだ。無理もない。あれ、あれってもしかして。ジョーじゃねえか。ジョーか、ジョー無事だったんだな。あいつまで、あの首輪をしてるのか。そういえばみんな首輪みたいのしてますね。ってことは、ゾッとして自分の首に手を当てた。もしかして、私の首にも、ある、何かが。首輪？取れない。そういうのは無理に外そうとすると爆発したりするんだぞ。この場にいる全員が、何者かに首輪をつけられている。一体飼い主さんはどこに行ったんですかね。でもジョーが生きてて少し安心したぜ。てかひときわ目を引くこの人は。マッチ売りの少女でも紛れ込みましたかね。右に目をやると、特に取り乱した女性が目についた。ああ、私たちは拉致されたんだ。行かれた連中に。うるさいな、近くで叫ぶなわん。は、犬なのか、猫なのか。ちょっと、喧嘩は良くないよ。こいつはいつじゃねえかー。なんで？なんでマリサラの夢に出てきたこいつが？なんか最初見た時の印象と全然違くないか。小学生ぐらいの子供もいるのか。今そっちじゃなくて緑の髪色の男の方が重要ですよ。おっとり系だったな。今も彼らは話し合いを続けている。私も、ようやく頭のぼんやりが覚めてきた。この場にいるのは、私を含めて11人。みんな共通して、首輪をつけられている。っていうか、ジョーはなぜ、こっちに来てくれないんだ？私が起きたことに気づいていないのか？さっきまでストーカーのようにベタベタだったのに。きっと気づいていないだけなんだよ。声をかけてみるか。ジョー？うん？ジョーどうした？よかった、無事だったんだな。なんか変じゃね？あんた、誰だ？な、まさか高いところから起きた衝撃で記憶喪失。何の冗談だ？何言ってるんだ？マリサラだ。友達の顔を忘れたのか。マジかよ。まさかこいつ、本気で私のことを知らないとでも言うつもりなのか。もしかして、水泳が大の苦手のマリサラさん。覚えてんじゃねえか。ふえ、この状況でその冗談はきついぜ。ジョー、こんな時に冗談はやめてくれ。悪い、ははは。こいつこんな状況でも余裕だな。へえ。
ジョー君と、サラちゃん、ね。二人は友達なんだ。え？はい、そうですが。助かったよ、ジョー君なかなか口を割らなくてね。何を警戒してるのか、名前も教えてくれなかったからね。ジョーはこの中に犯人がいると怪しんでる？よーしみんな、話を聞いてくれ。多分俺たちはみんな、同じことを思ってる。ここはどこなんだ、なぜ自分は連れてこられたんだ。分かっているのは自分が何者か、くらいだ。何が言いたいのでしょうか？自己紹介をしようじゃないか、お互いの不信感を少しでも払おう。自己紹介、ですか？それしかないだろう。ね、サラちゃん。私に振られても、てかあんまり慣れ慣れしくしないでもらえますか？サラちゃん、はやめてください。ならなおさら自己紹介するべきだねー、他に呼ぶ方法がないんだから。よし、心構えができたら自己紹介タイムといこう、サラちゃん、声かけてね。なんで私発信なんだよ、